ちは。さあ、シリーズ化してお送りしておりますサイズ別靴の選び方教室、今回もう5回目ですね5回目ですね。今日は24センチの靴選び、今日は特別ゲスト、足のナースステーション一歩の北島先生をお呼びしております。でいらっしゃいます、はい、靴の、あ、そうそう、足のプロでございますでございます、頑張ってます。はい、はい、じゃあもう本店で、はい、サロンを、はい、今ちょうど3月で 1周年、お、おめでとうございます。もうすぐ1周年だ、はい、1歳おめでとうございます。はい、ジャンボの、まあ、お店にいらっしゃったお客様の足のお悩み相談も受けてくださったり、はい、それからもう本当にあの巻き爪とか、それこそ足のトラブルでお悩みのお客様が訪ねてこられて、フットケアを、あと電話で予約いただいて、あ、そうです、はい、あ、そうそう、完全予約なんですよね、はい、うんうんうん、はい、これご注意いただいて、はい、あのインターネットで検索したら、はい、足のナースステーションで、はい、はい、一歩さんの方で、足の計測をされたり、そのフットケアをしてくださったりと、はい、いろいろ足の専門家でいらっしゃいますので、あ、ちょっと私悩み相談したいわという方、はい、ぜひ、はい、悩み相談、はい、お待ちしてます。はい、動画の説明欄、概要欄の方に、URL 添付しておきますのでチェックしてもらいたいと思います。さあ、今日は24センチの北島先生の足に合わせた靴選びということで、ポイント3つ、はい、なんぞや、じゃじゃーん、その1、ハッピーベルトで固定、おほー、ハッピーベルト、楽しみ楽しみ。その2、はい、紐の技ありな結び方、技ありですよ、やっぱプロですから。ただの結び方じゃないっていうところがですね、そうでございますよ、どういうふうに結ぶんでしょうかプロに聞いて、プロに、うん、その3、はい、オーダーメイドのインソール、完全フルオーダーでございますよ、これまたちょっと動画でね、やっぱ見た方が分かりやすいので、はい、見ていきましょう、はい、どうぞ。24センチの、まあ、靴の選び方というより、なんていうんですかね、あのポイント履き方、はい、の今日は靴と足のプロに教えていただきました。ポイント3つ復習しましょう。はい、その1、ハッピーベルトで固定。ハッピーベルト、なかなかいいですね、はい、こちらハッピーベルト、このベルトが角度が面白いんですよね、はいはい、こう足首を固定するです、ね、かかとと、はい、前にシートベルトですね。あ、あ、はい、そうだ、車のシートベルトもこう3点で固定しますよね、はいはい、そうですよね、そのシートベルト方式になっているのでしっかり足が固定されると。履き方もポイントでしたよね、うん、かかとをトンと、はい、かかと側にしっかりかかとをやっぱ固定する、固定するのが大事ですね、ということでございました。
今日動画の中でご紹介したこのお色味は実はジャンボのお店では取り扱いしておりませんで、足のナースステーション様のオリジナルカラーとなっておりますので、ロゴもオリジナルのロゴも入ってます。ロゴが入っておりますので限定商品となっておりますね。はい、こちらは一歩さんでも購入いただけますし、はい、佐賀駅の近くのね、はい、あの本店っていうんですか、はい、足のナースステーションの本部の方でも、はい、ご購入いただけるということで、はい、限定カラーとなっておりますのでチェックしていただきたいと思います、はい、さあそしてポイント2つ目この2、うん、紐の技ありな結び方。あ、はあ、技ありだった、うん、そう、あの全部ギュギュギュって締めないといけないと思ってましたよ、うん、思ってた、思ってました。ま、上の3つだけでいいんですね。あと外反母趾の人とかは、うん、結構先から締めると痛みがあるので、うん、はい、前はゆったりさせとい て、足の指が動くぐらいで、でこうでしっかり締める、上の3つをしっかり止めるのがポイントになっておりました。特にこのハッピーウォークのこのシリーズはこの一番上のこのちょっと角度がこうグッと下がったところにも穴があって、ここにも紐を通してしっかり止めると本当に足の止まりが良いということでございました。ここを紐で結んでても内側にファスナーがあるから脱ぎ履きが楽ちん。さあポイント3つ目でございます。オーダーメイドのインソール、これはね語り尽くせませんここでは本格的にやっていただいております。きちんとあの計測をしてフルオーダーで、はい、完全なオーダーメイドになりますので、はい、やっぱり専門的に見ていただいてこれを入れると、うちの社長も使ってますけど、そう、びっくりしました、ね、あの社長が使って履いてるとそうかかとがツルツルになったって言うんです、はい、足綺麗になったって、そうタコもない、タコもない、え、足ツルツルになるんですか。なりますよ、ぜひお試しください気になる方はぜひお試しください、はい、本当に、はい、インソール、まあ、全部フルで作ったら大体どのぐらいの、はい、お値段的には、基本が2万5千円の消費税、はい、はい、で靴が1万6千円ぐらいですか、はい、靴は税別で1万6千円となっておりますので、はい、お靴がね、お買い得感がありますけどフローダーで、ね、ね、そうです、うん、自分の足に合った、はいはい、インソールと靴で、うん、快適に、本当にうちの社長が認める快適さとなっておりますので、良かったよって言ってましたもんね。本当にぜひお試しいただきたいと思います、はい、一歩さんの方でも、それから佐賀駅の近くの本店の方でもお作りできるとなっております、はい、完全予約制となっておりますので、はい、ぜひご注意いただきたいと思います。そしてあの何か足のことをもっと勉強したいっていう方には、はいはい、この絵本が発売になりました。空から虹の贈り物、へー、かわいい、はい、最初前半はあの絵本にで、子供たちに語り読んで聞かせられるようになっていて、で後半があの講習会のテキスト本になってます。本当だ、素敵、はい、なんかいろいろたくさんいろいろ書いてあります。基本的な足の知識ですね。へえ、分かりやすく絵本形式になっていて、はい、本格的な内容が学べるというテキスト、はい、これを用いて、はい、まあ、研修会が毎週行われていると、はい、月曜3時間、時間1時間2時間座学です、はい、1時間は実技も足を洗ったりですね、うん、します。どなたでも学べるということでございますので、はい、こちらも足のナースステーションさんのホームページの方を、はいはい、チェックしていただいて、ぜひ興味のある方ご参加いただきたいと思います、うん、今日は、はい、特別に先生にお越しいただきまして、はい、ちょうどそして先生が24センチということで、はい、
はい、24センチの、まあ、靴選び、3つポイントでやってまいりました。そして、一歩さんの方もぜひ先生に会いに本店の方でサロンされていますのでいらっしゃってください。ぜひぜひ足にお悩みのある方、本当ちょっと靴選び自信のない方、いろいろいらっしゃると思うので、ぜひぜひ、あの完全予約制となっておりますので、はい、ご連絡いただければと思います。はい、お願いします。Facebook、Twitter、Instagram、LINE アットもやってますのでそちらもぜひチェックしてみてください。はい、ではまた次回お会いしましょう。